HL-20 の実物大模型、HL-20 の実物大模型飛行の創造図、HL-20 パーソネルローンチシステムはかつて検討された最小型宇宙を換気。従来の人と貨物を同時に輸送するスペースシャトルでは打ち上げ費用が高額なため、スペースシャトルを保管するものとして人のみを輸送する目的の宇宙船として、 パーソネルローンチシステムが検討された。それに先立ち宇宙ステーションに常時接続して、緊急時に帰還に使用するセルブが1988年に NASA のラングレー研究所で検討された。1990年にノースカロライナ州立大学とノースカロライナ A&T 大学の学生と教員によって、実物大模型が製作された。HL は水平着陸を意味しており、 20は、ノースロップ HL-10 からのリフティングボディ機の、系譜を受け継ぐことを意味する。再突入時の減速荷重は1、5G に制限されるため長期滞在後の宇宙飛行士への負担が少ない。乗員は8人から10人が想定された。打ち上げ工程は、最初、高度 200km の低軌道を周回後、宇宙ステーションの周回する高度を410、 キロメートルまで上昇してからドッキングして、後退の乗員を乗せたら、帰還するという72時間までの走行程が想定されていた。開発は中止されたものの、現在、開発が進められるドリームチェイサーはコンセプトを踏襲している。ソビエトは1980年代初頭に BOR-4 という小型の宇宙王艦機の再突入実験を実施していた。 オーストラリアの PE-3 障回帰が会場で機体を回収する様子を撮影して、リフティングボディを備えた大冠機の存在が判明した。これにより、リフティングボディの機体の有用性が明らかになり、NASA のラングレイ研究所で小規模な風洞実験が実施された。その結果、マッハ20の再突入からアオン速飛行時におけるリフティングボディの有用性が判明した。 ソビエトの設計では 2040km の滑空飛行が可能で加熱も穏やかであることが判明した。1986年のチャレンジャー号の事故後、当時計画されていた国際宇宙ステーションから緊急時に乗員を安全に帰還させるための宇宙船への関心が高まった。緊急時に備えて帰還用の機体は常時宇宙ステーションにドッキングさせておかなければならないため、 既存のスペースシャトルはこの目的には合致しなかった。1986年にラングレイ研究所は BOR-4 のリフティングボディの形状をクルーエマージェンシーレスキュービークルに取り入れる研究を開始した。8人までの乗員を想定していた。これが HL-20 だった。乗員のみを輸送するパーソネルローンチシステムとしては2つの案があった。一つは ジョンソン宇宙センターの提案した円水状の機体でパラフォイルで降下する仕様でもう一つがラングレー研究所の提案したリフティングボディで水平に着陸する仕様だった。打ち上げに使用するロケットは当初無人の試験機の打ち上げにはタイタン3が想定されていたが有人仕様ではないので有人での打ち上げには改良が必要だった。設計においては スペースシャトルよりも安全で信頼性が高く廉価で、あることに重点が置かれた。貨物の輸送を廃することで大幅に小型、軽量化することが可能になり、再突入時の加速度が減り、翼面荷重が低くなり、滑空比が向上したことにより、着陸地点の選択肢が増え、緊急時には、世界中の空港への着陸も可能になった。整備性を向上するために、すべての油圧機器は、 電気式に置き換えられた。整備性が向上したことにより整備に要する労働力はスペースシャトルオービターの10%未満とされる。1989年10月にロックウェル・インターナショナルの宇宙システム部門はラングレー研究所の監督下で HL-20 の概念を原型として研究に着手した。 1991年10月にロッキード・アドバンスとデベロップメント・カンパニーは試作機の開発の前段階の調査に着手した。その後、冷戦が終結して、ロシアが国際宇宙ステーションの計画に参加するようになり、緊急時の乗員機関用として、ソユーズ宇宙船を使用することが決まり、HL-20 の計画は中止された。しかし、NASA は、 将来のソユーズの入手性に懸念を抱き、1997年に X-38 の開発を開始したがそれは、ジョンソン宇宙センターの提案に基づく仕様で、パラシュートを併用して着陸する仕様だった。ありがとうございます。